問題だ霊夢。唐突ね。シカゴスタイルイタリアンビーフ。これはどこの国の料理でしょう？リカルデントガム。そうそう、お口爽やかって、それは国でもなんでもねー。そんなわけで今回作るのは、イタリアンビーフ。昔のアメリカのシカゴで、イタリア系の移民さんが、安い牛肉でも美味しく味わえるように、考えた料理なのよね。うんうん。ってさっきの問題の答え知っとるんかい。気を取り直して材料。牛肉薄切り、バケット、オレガノ、ガーリックパウダー、バジル、塩、胡椒、酢、醤油。醤油さんが見切れてらっしゃる。隠し味だからな。隠し味だからって存在を隠さないで。まずは食べやすい大きさに、バケットを切っていくぜ。今回は15センチくらいにしたぜ。当然だけど短いほど肉を挟むとき、アグレッシブな感じになるわ。バケットを切ったら、真ん中から開いていく渋。何その渋沢栄一みたいな語尾。渋沢栄一の語尾が渋なら、ワンピースの語尾なんて犬みたいになっちゃうじゃないか。そもそもワンピースは人名じゃない。次は広げた肉に塩コショウ、ハーブをかけていくんだぜ。今回はバジル、オレガノ、キャリック粉を使ってるわよ。肉に味がついても地球が粉々だあー。ってな感じで、キャリック粉を改めガーリックパウダーもかけてくんだぜ。一通りかけたら肉を重ねていくぜ。これを全部やっていくのね。そうそう、下味をつけつつ、ミルフィーユ状にしていくんだぜ。出来上がったものがこちらです。わあ美味しそう。それじゃあいただきま。いただかないで。今いただかないで、一体いついただけってんだ？完成してからだよ。それではフライパンに分量外の油を入れて、そしてここでオリーブオイル。今入れたからな。そして僕はオリーブオイル。誰だよ？そして私はメリーポピンズ。もっと誰だよ？そしたら強火で肉に焼き色をつけていくぜ。ここで隠し味の醤油と酢を入れるぜ。大雑把に焼き色をつけたら、ごく薄く水を入れるぜ。水を入れたら蓋をして弱火に。このまま肉に火が通って、肉汁が出てくるまで放置プレイだぜ。肉汁出ちゃったら、肉がパサつかないのかしら？ステーキとかならそうだけど、この後その肉汁も使っていくから大丈夫。10 years after。さすがにそこまで待たないぜ。お肉が風化しそうね。さて、肉に火が通って肉汁が出たら、お肉をほぐして、バケットに挟んでいくぜ。1人前で 200g のお肉だから量がかなりあるわね。これはパンが裂けないように注意しないとね。さあここからがこの料理一番の特徴。肉を挟んだパンを肉汁につける。これは普段はまずやらないことだからなんだかちょっと罪悪感すら感じるわね。そうだな、でもちゃんとした技法なんだぜ。一応これにも種類があって、ドライ、肉だけ挟む。ウェット、肉の上から肉汁をかける。ディップ、肉汁にパンを浸す。ってなってるんだぜ。なんだか牛丼屋みたいね。釣り出す的な。実際その感覚が近いみたいだな。レシピを調べていたら、釣りだくの牛皿を買ってきて、パンに挟んで釣りもかけるってレシピもあったんだぜ。それだと味が完全に和風だけどね。さて、完成したところで、食べ方講座だぜ。ああ、あの食べ方ね。おう、この釣りだくサンドを食べるための、正しい構えだぜ。その名もイタリアンスタンス。カモンウプ主。さて、食べ方講座ではサンドの代わりにアクエリさんを使わせてもらうぜ。まあ作った料理が冷めないように、先に取っておいただけなんだけど、メタメタのめめたい。ちなみにテーブルの代わりに衣装ケースですがご勘弁。テーブルから30センチ程度離れるわ。そして足を開きます。さらに、サンドを持った手も開くわ。そして前傾姿勢で食べる。これが汁から服を守るイタリアンスタンス。それにしてもよくこんな皿とペーパーあったわね。買ったんだぜ、さっき。さっきかい。さて、いただきます。これはうめえな。スパイスとかの味はするんだけど、すべてが肉の味を際立たせてる感じだな。じゃあ私も。うん、美味しいわ。パン自体にも肉汁が染みているから、本当にすべてが肉中心って感じのサンドね。思ったより肉汁が少なかったせいか、スタンスじゃなくても、問題はないしな。それでも肉は崩れるけどね。今度作るときはもっと油の多い肉で、じっくり加熱すると肉汁が増えるかな？そうね、でもそしたらあれが必要になるわね。イタリアン、スタンス。